アントニビルヘルム・ラジビウ、または、アントン・ビルヘルム・フォン・ラジビウは、プロイセン王国のポーランド系貴族、軍人。砲兵大将。皇爵、皇爵、ニャスビッシュの第14代オルディナト、クレツクの第11代オルディナト。ドイツ皇帝・ビルヘルム一世の側近で、その高級副官を長年にわたって務めた。ビルヘルム・ラジビウ皇の長男で、 プロイセン領防全体公国の総督を務めた、アントニヘンリク・ラジビュー公の着孫。1857年に、フランス貴族のマリー・ド・カステラーヌ公爵令嬢と結婚し、マニー・ニ・ナン・ニ・ジョの4人の子女を設けた。1852年に、プロイセン・コノエ・ホ兵ヘイ連隊の将尉に任官し、1856年には、モスクワで行われたロシア皇帝アレクサンドル2世の、 大冠式に出席する大大使ビルヘルムに随行している。1858年から1861年まではベルリン軍事アカデミーに通った。1866年の広潮戦争にはこの絵軍参謀本部付きの大尉として参加した。ビルヘルム一世の副官で副審であり、エムス電報事件では、 フランス大使バンサンベネデッティ伯爵の国王に対する無礼な要求に対し拒否の意思を直接伝える役目を果たした。ラジビュー皇夫妻はベルリンの邸宅に多くの客を迎え、妻のマリーはベルリン社交界を代表するサロニエールとして有名になった。ラジビュー家のサロンは帝国最小をトーフォンビスマルク皇爵の推進する文化闘争政策に反発していた。 ポーランド人やカトリック系の中央党の政治家たちが、大勢集まり、ドイツ帝国の首都におけるハンビスマルク派の画像となった。アントニー・ビルヘルムは、帝国議会のポーランド会派の指導者、フェルディナント・ラジビウ・コーノイとこであり、彼自身も1871年より、プロイセン貴族院の議員を務めた。1885年に、皇帝・ビルヘルム一世の高級副官となり、 その息子の皇帝フリードリヒ3世の短い知性でも同職にあったが1888年に即位した年若いビルヘルム2世によって解任された。ありがとうございます。